にちは。コラボハウスで設計士をしております松浦達也です。今日は家中どこでも植栽を楽しめるお家をご紹介いたします。今回のお家の見どころは、一つ目は階段越しに眺められる植栽、二つ目は質感を楽しめる内装、三つ目はショップのような衣装部屋です。こちらのチャンネルではお家作りに関する様々な動画を投稿しておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、松浦さん、撮影久しぶりですね。お久しぶりですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、敷地面積や延べ床面積はどのぐらいですか？はい、今回のお家のお土地の大きさが42坪、はい、で建物の延べ床面積が33坪の 4LDK のお家になっております。うん、ご家族の構成としては、はい、ご夫婦とお子様お二人の4人暮らしでお住まいになられるお家になっております。そのコラボハウスを知ってくださったきっかけとかって何かあるんですか？はい、コラボハウス知ってくださったきっかけが、住宅雑誌を見てコラボハウスのことを知ってくださって、そこからスタジオにお越しいただいてお話をさせてもらったってところになってます。あ、そうなんですね。はい、で今回はお土地なんですけど、どういった計画でスタートされましたか？はい、今回お家作りの、メインの目的というか題材として、植栽を楽しめれるお家っていうところがあったので、はい、まずはこのお土地を見て、どこに植栽を植えて、こう、お家の中から見られるかなっていうところを初めに検討して、間取りっていうものも作っていきました。あ、そうなんですね。なので方角でいくと、はい、こちらが北側で前の道路が南側になっておりますので、やっぱり日当たりっていうところも加味して、はい、お土地の南西側の方に植栽を設けて、そこから LDK だったりで、お家の間取りを組んでいくような状態です。なるほど、植物がスタートだったんですね。そうなんです。確かにタイトルにもある家中どこでもがキーワードになりそうなお家ですね。はい、ぜひ中も楽しみしてもらえたらなと思います。楽しみです。今回はお土地探しからのご計画だったんですか？はい、今回お土地探しからのご計画 で初めてお会いしたのがお子様が3歳の時にいらっしゃって、でそこからお子様が小学校に入学するまでの間でお家作りしたいなっていうところから始まりまして、でそこで、お土地探しからなんですけど、やっぱり周辺環境とか駅とかというところの生活の利便性というところもこう重要視しながらお土地探していくってスタートになりました。あ、そうだったんですね。はい、駐車計画としてはさっきも少しお話させてもらったんですけど、こちらが北側になっておりますので、道路が東側と南側に位置しております。はい、なので基本的には東側に1台と南側のところですねに計2台止めるような形で駐車計画があって、で最初にお伝えした奥の方ですね、はい、南西側に植栽をこう置けるような空間をご用意してます。あ、なるほど。でちょっと見えるかなと思うんですが、はい、植栽の前に正方形の窓があると思います。はい、あれが開かない窓、フィックス窓って僕ら伝えたりはするんですが、はい、フィックス窓でお家の中から植栽を楽しんでもらうっていうような状態で間取りも書いております。あ、なるほど。はい、確かに南側で日当たりもいいので植物もしっかりと成長してくれそうですね。そうですね、おっしゃる通りですね。すくすくと育っていく様もこう家の中からも確認できるのかなと思っております。はい、あとはやっぱりこの緑と色味の使い方としては、はい、この外壁ですね、メインとしては塗り壁って言われるような素材、はい、で色味はグレージュ系で統一させてもらってるんですが、この南のお庭のところだけ緑が入るところだけ、はい、外壁を一部本当の木ベース木って言われるウェスタンレッドシダーっていうものを、貼って作らさせてもらってます。あ、そうだったんですね。はい、で他にもちょっとここのお庭空間でこだわってるのが、緑の植栽のところと外壁の板張りと、あとはこちらですね、はい、あまり見慣れないものかもしれないんですが、はい、お庭屋さんでこう作ってもらったスチールフェンスになります。確かに木はよく見るんですけど、スチールなんですね。そうなんですよ。よくこうやっぱり板張りって言われるようなものも結構こう皆さんイメージされるかなと思うんですけど、はい、今回はやっぱり壁が板張りになってるので、はい、ここはあえて板張りじゃなくてちょっとこうスチールフェンス使ってあげることで素材をこう組み合わせてよりこう景色として映えるようにってところでお作りしてます。
ゃあそろそろ中にご案内していきますね。はい、お願いします。玄関ドア開けていきますと、どうぞ。こちらが約2畳の玄関空間になっております。玄関ってやっぱりお子さんとかご夫婦の靴を脱ぐ分狭く感じやすいんですけども、はい、そこをあえてここのホール上がるところを斜めにカットしております斜めにカットしたりだとか、あとは奥のシューズクロークですね、はい、もうあえて扉をなくしてる状態にしてるので、よりこう広く感じやすくっていうような設定をしております。でもう一個ポイントがあるとすると、はい、ここ LDK にまた続く扉になるんですが、はい、こちらの扉もあえてガラスのものに使ってるので、ここも視線が抜けてより広く感じれるっていうような設計をしております。確かにすっきりとして全然圧迫感ないですね。圧迫感感じないですね、うんうん、で松浦さん、ここの間接照明も、はい、観葉植物もおしゃれですね、はい、ありがとうございます、うん、そうなんです。でお施主様のご要望で照明もこう柔らかく空間を照らしてくれるけども、こう明るいけど眩しくないっていうものをこうご要望でいただいておりましたので、普段的にはダウンライトとかっていうもので設計するんですが、今回は天井部分を少し彫り込んで間接照明でこうここの玄関部分を照らしてあげるっていうような設計をしております。なのでやっぱり間接照明なので壁が照らされるっていうところもあるんですが、はい、まあ、今回やったらホールの上に置いてある植物も柔らかく照らしてくれるような設計をしております。なるほど、はい、本当家中どこでもなので、玄関にもしっかり植物があるんですね。はい、おっしゃる通りです。でお施主様がしっかり観葉植物をこう丁寧に育ててくださってるので、うん、本当にこうもちろん玄関もなんですけども、はい、お家の中入ってからもたくさん観葉植物あるので、うん、そこもぜひお楽しみにしてもらえたらなと思います。はい、はい、楽しみです。ちょっと奥のシューズクロークもご紹介できたらなと思うんですが、はい、こちらがシューズクロークが 1.2 畳という大きさになっております。はい、ちょっと入って奥側にこう空間があるような状態ですね。お施主様自身が靴をこう集めたりとか、こうおしゃれが好きな方ですので、はい、あえてこう見えるような収納にして、まあ、どこにこう何の靴があるかとか、自分の持ってる靴とかお子さんが持ってる靴を一目見て管理できる、うん、あとは、まあ、靴の数が多くなったりとか、それこそお子さんもこうお洋服に興味持って靴の数が多くなった時に好きにこう棚を増やしたりだとか減らしたりだとかっていう調節ができるようにっていうところで、すごいシンプルな形でシューズクロークもお作りしております。あとはまあここも玄関からすぐ丸見えになるところではあるんですが、ここもやっぱり広く見せる工夫の一つとして、はい、あえて扉をつけてない状態、うんうん、ただやっぱりそれでもやっぱりこう靴もだんだん増えてきてちょっと隠したいなっていう時に、はい、一応天井の部分ですね、壁のところにも下地って言われるものを入れてるので、はい、うん、後からカーテンだったりだとかロールスクリーンっていうところも取り付けれるようにしております。では続いて LDK ご紹介いたします。はい、お願いします。あ、もう見えてる部分がおしゃれですね。おしゃれですよね、はい、じゃあ早速 LDK ご紹介していきたいんですが、お部屋 LDK 自体の大きさが22畳の大きさになっております。でたくさんこう見どころとかご紹介したいところがあるのですが、はい、まずはちょっとダイニングキッチンのところをご紹介できればなと思います。はい、こちらが、キッチンの横にダイニングテーブルを隣接しているような形なので、やっぱりこうお料理してる時とかもすぐに配膳ができるような形で今回ご提案させてもらってます、はい、であとはここの配置も、まあ、奥様のご要望でお料理しながらこう LDK 全体が見渡せるだとか、うんうん、外の植栽も見えるようにっていうところのご要望をいただいておりましたので、はい、なので LDK の形もキッチンがあって、そこからこう全体見渡せて、なおかつ南に向くっていうところでお作りしております、うん、いや料理が本当楽しくなりそうな空間ですね。ですね、ご飯も多分こう植物を見ながら食べることもできるので、より一層美味しく感じてもらえるのではないのかなと思っております。いや素敵ですね。でこちら奥様は結構こう収納関係はすっきりと隠したいっていうご要望をいただいておりまして、はい、なのでまあここのキッチンのところを見ても必要最低限といいますか、家電があったりちょっと植栽があったり
ただ一方ご主人さんはやっぱりしっかりインテリアを飾りたいという方でしたので、はい、こういったこう少しご主人さんの空間じゃないですけど、はい、ちょっとこう看板だったりだとかぬいぐるみというところも飾れる空間もそれぞれご用意してお作りしております。あとはここのキッチンの空間でこだわったところでいくと照明、はい、こちらもちょっと上見上げてもらうと、はい、レールを引っ張っていってでそこにペンダントライトだったりとかスポットライト今はスポットライトですねを照らしてこうキッチンだとかダイニングってところを照らしているような状態です。なのでこうこれから生活されていって、はい、やっぱりちょっともうちょっと大きめのインテリアともなるようなペンダントライトを吊るしたいなとなるとスポットライト外してそこに付け替えるっていうようなところもできるので今後の生活に合わせてもこう照明計画っていうのも変えていけたらなと思ってご提案しております。なるほど、また違った照明変えるだけで違った楽しさありますよね。ガラッと雰囲気とかも変わってくるのでより生活も豊かになるのかなと思っております。わ素敵ですね。あとはこちら進んでいきますと、はい、扉が1箇所あるんですが中開けていくと、はい、ウォークインクローゼットになっております。こちら 1.7 畳の空間ですね、はい、でお子さんが小さい間とかは基本的にやっぱり LDK でお着替えされるよってところでしたので、はい、まあ、一番近いところ使いやすいところに収納空間っていうところもご用意しております。で続いてこちらのデスクの空間ですね、はい、先ほど飾り台のところも触れさせてもらったんですが、うん、その下部分に少しこう勉強できるところもご用意しております、はい、お子さんがこう宿題ですね日々の宿題を、まあ、ダイニングだったりリビングではなくてこういった一角をお作りしているのでこちらで勉強してもらうようなイメージです、うん、やっぱりこうリビングダイニングとは別に座れて作業ができる空間があると、はい、こう例えばダイニングで勉強してて、うん、でご飯だよって時にすぐどけたりとか、はい、っていうところの煩わしさもないのかなってところで、うん、そこでご提案させてもらってます。確かにこうスペース的にごちゃつくのを防いでるっていう目的もありますね。おっしゃる通りです。その隣に今回こちらのキッチンはパナソニックさんのラクシーナって言われるようなキッチンで、はい、アイランドキッチン型ですね、うん、なんでぐるっと回れる状態、はい、でアイランドキッチンとしてはやっぱりこう前に壁がなかったり横側にも壁がないところが特徴です、はい、でその分こう天板が広くなったり反対側からも少し物を置いたりっていうところができるので、まあ、それこそお子さんと一緒にお料理したりとか、はい、すぐにちょっと配膳したりとかっていうところがすごいこうメリットというかしやすいポイントになっております、うんうんうん、とやっぱり奥が広がってる分収納空間も実は手前側と反対側にもしっかりと収納があります。ああそうなんですね、はい、なので、まあ、あまり使わない食器類だとか使わない調味料を反対側とかに入れとってもらえると、はい、サブの収納としてご利用いただけるというところが今回のこのキッチンの特徴になっております。確かに広く見えるのいいですね、はい、本当に LDK が広く感じられると思います、うん、はい、ただやっぱり一つデメリットとしては、はい、ここの袖横側と前側に壁がないので、うん、その分このキッチンの手元は丸見えになってはしまうので日々のこう整理っていうところはこう心がけるところが必要かなというところがあります。あとはまあ先ほどこちらの収納ですね、はい、キッチンのサブキッチンというサブ収納でお伝えもさせてもらったんですが、まあ、もちろんリビング側からもお使いできるのでそれこそ書類関係とかっていうところもこう収納できるのかなと思っております。なるほど、マルチに使えますね、はい、で収納関係でいくと、まあ、先ほどのキッチンのところと、はい、あとはこちらですね、背面のいわゆる食器棚、カップボードと言われるようなところになります、はい、でこちらの食器棚も僕らが今回造作って言われる状態で、はい、お客さんからこうご要望とか使い方を聞いて僕らが図面を描いて大工さんにお作りしてもらってるものになります、うん、なのでこう引き出しの開け方だったりだとか、はい、ここを引くのか扉にするのか、あとは何を入れるのかっていうところで開け方、高さっていうところも一つずつこう細かくお話をしながら僕らでお作りしております、はい、あ、じゃあ本当にこう唯一無二のものが出来上がるんですね。おっしゃる通りです、はい、今回のところも、まあ、後ろ側に関しては、はい、ここが大きく空いているところになるんですが、はい、事前にこうどのサイズのゴミ箱をいくつ置くかっていうところもお伺いしておりましたので、まあ、それに合わせてサイズを作る、はい、あとはこちらルンバさんですね、あ
の基地っていうところも含めてここじゃ開けましょう、であとは食器をどこにしまっていきますかでこう計画をしているような状態。あー、なるほど。じゃあもうこれ入れたいですっていうのがあったらもう相談しても OK ってことですね。もちろんです、はい、であとは上側ですね、今回上側の吊り収納って言われるところも今回造作でお作りしております、はい、なるほど。なので、まあ、収納しているものとしてはそれこそあまり使わないような大きな食器だったりだとか、はい、あとはお子さんのお弁当箱とか、で少し先ほどご紹介させてもらったカウンターの方に行くとそれこそ書類関係とかもちょっと上側の方にも収納できたらなと思ってお作りしております。あ、じゃあこんなにたくさんあると本当しっかり整理整頓できそうですね。そうですね、収納量は かなりこう確保されているので整理整頓しながら、はい、たくさんこう豊かに過ごしてもらえたらなとは思っております。そうですね、はい、今ちょうど映ってると思うんですがこちらに冷蔵庫を置いております。はい、で今回がアイランドキッチンという形になるので、うんうん、当然キッチン側からとあとはリビング側からも使いやすいというところであえてここの奥面のところにへこませて冷蔵庫スペースというものをお作りしております。なのでこう料理している人の後ろを通って冷蔵庫っていうのではなくて料理しててもリビング側から回って飲み物を取ったりだとかっていうような使い方ができるのでこちらも便利かなと思ってご提案しております。確かにどうせも混み合うことないですね、はい、とあとこちらの冷蔵庫の横に扉が2枚ついております、はい、はい、でここも大きな収納空間ですね。パントリーと言われるような食品庫、うん、それこそ買いだめてるストック類ですね、はい、カレーのルーとかあとはちょっとしたお菓子とかっていうところもこちらの中に収納していただけるようにこう設計しております。あ、こちらにも収納があったんですね、はい、気づかなかったんですけどこう壁にこう馴染むように扉の色も白にこうしておりますので、はい、馴染ませながらも収納量は本当にたくさん確保しているというところで設計しております。確かにこちらのうちパッと見た感じよりもたくさんの収納量がありますね。そうですね、あると思います。今回のお家収納たくさんあるんですが、まあ、大きな収納っていうのもやっぱり便利なんですが、はい、やっぱり要所要所に小さな収納が散りばめられてるっていうのも生活としてはしやすいのかなと思って今回設計しております。なるほど、はい、じゃあ早速リビングのところをご紹介していきます。はい、こちらのリビングなんですがやっぱりこうお家の見どころ、タイトルにもあったように植栽を眺められるっていうところで、はい、今回窓の高さをかなり大きくとって、うん、床から天井までの大きな窓を採用しております。確かに大きいですね。大きいです。なので今ちょっとカーテンは閉めてるんですが、はい、開けていくとやっぱり外の光もしっかり入ってきて、うん、でお庭の緑もたくさん楽しめるっていうところで大きな窓にしております。はい、確かに大きくなる分より開放的にもなりますもんね。そうですね。あとはポイントとしてはこちらの大きな窓にしてる分カーテンも実は上を掘り込んでこうカーテンの根元が見えないように設計しております。細かいですね、はい、やっぱり少しでもこう綺麗にすっきりと見せるっていうところも僕らは心がけてるので、はい、こういったカーテンのところも見えないようにってところで掘り込んで設計しております。なるほど。あとはここの掘り込みをずっとなぞっていくと照明のところに当たります、はい、こちらも今回玄関のところでもお見せしたと思うんですが間接照明をリビングにも採用しております、うんうんうん、やっぱり間接照明なので壁が照らされてこう明るいんですけど眩しくない柔らかくこう照らしてくれるっていうところもリビングで採用しております。 いいですね雰囲気が出ますよね、はい、そうですね。で今回この雰囲気が出るポイントのもう一つ要因があって、はい、壁皆さんもしかしたらお気づきかもしれないんですけど、はい、実は壁が今回いわゆる壁紙クロスっていうものではなくて漆喰塗り壁ですねを採用しております。なるほど、塗り壁だったんですね、はい、なので塗り壁も職人さんがこう手作業で塗り広げていくのでその分凹凸が出るんですね、はい、でその凹凸が間接照明に照らされて少しこう陰影が出たりとかいうところで、はい、それもやっぱり雰囲気いい雰囲気の一つの要因かなと思って今回ご提案しております。でこちらのこの漆喰なんですが、まあ、メリットもやっぱりありまして、はい、何かっていうとカビだったり細菌を防ぐ抗菌作用と、あとはこう生活臭とかを吸収してくれる消臭の効果も実はあります、そうなんですね。そうなんですよ。なのでこう陰影だったりだとかを楽しめるっていう以外にもやっぱりポイントっていうのがあって今回採用しております、はい、あ、なるほど、はい、でまあ、ここの塗り壁なんですが実はお施主様から
もともとやっぱり質感楽しみたいよっていうご要望はいただいてたので、もともとこの漆喰使いたいんですっていうご要望をいただいておりました。あ、そうだったんですね、はい、なのでもちろんこうそれをお伺いした時にじゃあ使っていきましょう、であとはその塗る範囲ですね、じゃあまあもう生活する範囲すべてこう漆喰にしましょうっていうお話で、なので玄関部分だったりだとか、ここの LDK、あとはまた後ほどもご紹介していくんですが、2階の階段のホール部分ですね、も含めて漆喰を今回採用しております。松田さん、そういえば今回の床材は何を使ってるんですか？はいはい、今回の床、これが、本当の木、無垢材って言われる木なんですが、はい、チーク材を使用しております。でパッと見た感じこの木目も少し高級感があるかなと思うんですが、はい、よく北欧家具で使われているような種類になっております。っていうのもお施主様のご要望でこうヴィンテージの北欧家具が好きだよっていうふうにもお伺いしてたので、はい、ただもうそれに使われているチークの床はどうだろうということでご提案させてもらってます。で本当に見た目も高級感はありつつもこの木自体が少しこう固めの木、はいになってます、はい、なので傷がつきにくかったりだとか、反れとか割れっていうのが起こりにくい木になっております。なので本当にお子さんの子育ての時にもやっぱりもってこいの床なので今回もこちらご提案できたらなと思ってご提案してます。あ、そうだったんですね、はい、じゃあ続いてご紹介していくんですが、はい、こちらの奥に見えてるのが、はい、先ほど外でもご紹介させてもらった植栽を眺めるためのフィックス窓、開かない窓になっております、これ階段の下を利用してるんですが、はい、やっぱりこうフィックス窓、綺麗な窓になってるので本当に植栽をしっかりと感じれるのではないかなと思って設計しております。でそこから、まあ、階段下って先ほどもお伝えしたんですが、こちらですね、今回は鉄骨階段を採用しております、はい、っていうのも、まあ、それこそ奥さんがこう料理しながら植栽眺める時にも階段越しにこう植栽が見えるっていうのもちょっとそれも趣があるんじゃないのかなと思いましたので、はい、通常の階段ではなくてあえて鉄骨階段を採用することによって、はい、階段のこう抜けですね、を利用してより植物も見れたらなと思って鉄骨階段を今回は採用しております。本当空間を引き締めるような鉄骨階段がまたいいですね。いいですね。この辺の手すりのところもやっぱり床のチーク材に合わせた色味の木を使ってたりはするので、はい、そこでお家全体の雰囲気も抑えながらっていうところで設計しております。あとはこちらの鉄骨階段もう一個ポイントがありまして、はい、実は踊り場と言われるようなところ、階段の曲がって上がるところをあえて段差をつけていなくて1段分にしております。はい、こうすると少しこう階段の面積が増えてはしまうんですが、あえて踊り場を作って植栽だったりだとかご主人さんの好みのインテリアを飾れるような空間をお作りしております。いや素敵ですね、はい、で早速ちょっと奥の方に進んでいきますね、はい、でこちら奥へ抜けるとリビングのすぐ横にお手洗いございます。こちらは大きさは1畳の大きさですね。ですっきりとこうシンプルな形でお作りしているので、はい、まあ、長く使っても飽きのこないデザインというところでトイレも設定しております、はい、じゃ続いてご紹介いたします、はい、こちら水回りの空間になるんですが、こちら洗面所の空間ですね、はい、こちら大きさ 1.5 畳の大きさになっております、だいたい横幅 1m20cm ぐらいの大きさになっております、はい、でここの空間なんですが、リビングと使ってる色味は一緒です。グレーだったり白、黄、同じ色は使ってはいるんですけども、はい、使う色の配分ですね、グレーとか木の使う色の配分を変えてあげることによって、はい、この水回りは少し清潔感が出るような、設計をしております。そうですね、結構 LDK とは結構イメージが変わったんですけど、はい、そうですね、やっぱり床材が木からグレーに変わって、はい、のところで大きくやっぱり清潔感も違ってくるのかなのイメージで、こちらの洗面台なんですが、実は造作ではなくて、はい、サンワカンパニーさんの商品を使っております、うん、あ、そうなんですね、はい、でこちらの天板が人造大理石ですね、はい、でなおかつここのボール部分も
実は縁とか境目がございません、はい、一体としてお作りしているので、よくこういう境目のところに汚れが溜まったりとかっていうところがあるんですが、今回は一体でお作りしているので、そういったところも心配がない。で、人造大理石も汚れとか傷にもすごいこう強い素材になっておりますので、はい、やっぱり水回りで洗面台というところでも相性のいいものになっております。はい、はい、であとはここの空間もすごい明るいなと感じてもらえたらと思うんですが、はい、鏡の上側にも窓ございますので、はい、一日中こう柔らかな光が降りてきて明るい空間にしております。うんうんうん、あとはここの水回りなんですが、はい、洗面所があって、そちらが脱衣室ランドリーという形で3つに分かれてます、はい、なので朝の身支度とかも混雑なくこうご利用いただけるように設計しております、はい、でそのままちょっと奥に進んでもらうと、はい、こちらランドリーの空間になります。こちらランドリー空間で 2.5 畳の広さになっております。うん、はい、ランドリーなので洗濯機と、あとはこちら足元にカンタ君ですね、乾燥機になります、はい、なので基本的には洗濯してもらって乾燥機にかける、はい、であとは乾燥機にかけづらいものはこちらですね、上に物干しバーをかけておりますので、はい、ここに洗濯機から出してハンガーでかけていくっていうような家事ですね。はい、でこう今回お施主様お二人ともお仕事共働きされてるので、はい、やっぱりこう家事にかかる時間もできる限り少なくっていうところで、家事はもう完結できるようにランドリーでまとめております。いや本当洗濯動線が 最短ですよね。そうなんですよ。であとはカンタ君、乾燥機でこう乾燥したものはこちらですね、はい、こう畳んだりだとか、あとはシャツとかもアイロンをかけれるようにっていうところでカウンターもご用意しております。あ、なるほど。こうリビングで畳みがちなんですけど、はい、ここがあったらごちゃつかないですよね。そうですね、もう基本的にはここで全て完結できる状態でお作りしております。いいですね。でそちらの反対側進んでいきます。はい、洗面所をまたいだ反対側にはこちら脱衣室ですね、うんうん、大きさとしては1畳の空間になっております。はい、1畳にそれぞれ収納をご用意しているんですが、下の引き出しに関してはこう下着類だったりだとか、あとはバスタオル、あとは寝巻きとかですね、はい、を収納していただける空間で、上側こちら吊り収納のところですねに関してはお風呂のこうストックだったりだとか、あとは掃除用品っていうところを収納してもらえたらなと思ってお作りしております。なるほど。じゃあもう着替えとかもその上に置けちゃいますね。そうですね、おっしゃる通りです。ただここの脱衣室自体が1畳という空間になるので、はい、初めのうちがお子さんが小さいうちとかはここの扉ですね、うんうん、今開いてる状態なんですが、開けた状態で脱衣室と洗面所を一つの空間としてこうご利用いただけたら、お子さんと一緒に入る時も混雑なくお風呂に入っていただけるかなと思って設計しております。うんうんうん、2階に上がっていきます。はい、あ、松浦さん、はい、なんか階段にも観葉植物見えましたが、2階のホールにもたくさんあるんですね。そうなんですよ、まあ、階段登ってる時だったりだとか、はい、まあ、お2階に主寝室だったりそれぞれのお部屋もあるので、うんうん、まあ、毎日の日々の生活の動線内にもこういった植物置いてるので、やっぱりそれでもこう緑を見て豊かになればなと思っております、うん、あ、確かにいいですね。ありがとうございます。で早速2階上がった正面のお部屋ご紹介していくんですが、はい、こちらが、はい、書斎の空間となっております、うんうんうん、でこちらの書斎が大きさが 2.5 畳の空間になっております、はいはい、で奥様がこう本を読むことがご趣味というふうにもお伺いしておりましたので、はい、でまあ、壁のこちら側ですね、壁の一面には本棚を設けておりますので、ここでこう少し本を読んで椅子に座ってこう読書したりだとかっていうような空間を設けさせてもらってます、はい、で壁一面を全部本棚としてお作りしておりますので、はい、まあ、もちろん奥様のご趣味の本っていう以外にも、もうご家族の本もここにまとめておけるような、ちょっとしたまあ図
図書館とまでは言わないかもしれないんですけど、うんうんうん、図書室みたいなイメージでもお使いいただけたらなと思っております。なるほど、はい、あとはまあこのお部屋も奥さんもう一個ご趣味でお香を炊くのがお好きっていうふうにもお伺いしておりましたので、はい、まあ、こういったちょっとこう障子も内障子と言われるものですね、はい、で少し和を作りながらでお香も炊いていただいてリラックスしながら本を読んでもらえたらなと思っております。あとお2階のお部屋に関しては、はい、こちらにお子様のお部屋が2部屋ございます、はい、で収納込みで 5.25 畳の大きさになっております、はいはい、今回はちょっと中の撮影はご遠慮させてもらいます、はい、続いてこちらご紹介していきます、はい、こちらが主寝室ですね、はい、6畳の主寝室に中の方に1畳の収納空間もございます、はい、でこちらにも大きな窓をお取りしているので南側からもしっかり光が入ってくるように設計しております、はい、ここにもこう立派なグリーンがありますね。 ありがとうございます。そうなんです。ここもやっぱり大きな窓ありますのでしっかり光が当たるところになるので、はい、お施主様に感じしていただいている状態になります、はい、で続いてが2階のお手洗いですね、はい、ここはもう1階と同様にやっぱりシンプルな形でお作りしておりますので、はい、まあ、使っていて飽きのこないデザインでさせてもらってます、うんうん、はい、次にお部屋ご紹介していくんですが、はい、こちらです。あ、すごいですね。一目見て空間がすごいガラッと変わるかなと思うんですが、はい、こちらが、僕が実は本当を言うとお打ち合わせしている時は、はい、ご家族皆さんのファミリークローゼットっていう風にお伺いしていたんですけど、うんうん、お引き渡し後ようようお話聞いてみると、はい、ご主人さんの、まあ、趣味部屋、うん、やっぱり古着が大好きって方でありましたので、はい、ご主人さん用の趣味部屋、まあ、収納空間っていうのはお使いになったみたいです。うん、なるほど。で本当にもう僕も一歩入ってすごい空間が変わるなと思っておりまして、はい、で実は床もうモールテックスっていう素材を使っておりまして、うんうんうん、本当にここの部屋だけ古着屋さんのような空間に仕上がったのではないのかなと思っております。うん、実はこう動画上では伝わりにくいとは思うんですけど、はい、もう入ってきた瞬間古着のいい香りがすごいするので、はい、本当にここだけ古着屋さんにこうワープしたのかなっていうような印象です。確かに集めるのも眺めるのもここで着替えるのも全てが楽しい空間なのが伝わってきますね。そうですね、うん、もうここにやっぱりソファーも置かれてるので、はい、ここに少し腰掛けながらも洋服見たりとかっていうところもこうごゆっくりと過ごしていただけるのかなと思っております。いかがでしたでしょうか。本日は家中どこでも植栽を楽しめるお家をご紹介いたしました。いつでも植栽を眺められる空間にしたいというご夫婦のご要望によって作り上げてきた間取りや内装でとても心地の良いおしゃれなお家が出来上がりました。これからの季節はますます緑を楽しんで暮らしてほしいです。コラボハウスでは設計士と建てる思い出に残るお家作りを目指しております。大阪、愛媛、香川、徳島、秋田、岡山と各地でご相談いただけますので興味をお持ちいただけましたらホームページよりお気軽にお問い合わせくださいませ。こちらの動画がいいなと思いましたらチャンネル登録と高評価を皆さんよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。